きな男の人のタイプは強い人。そんな風に思っている女の子は一体どれくらいいるんだろう。何のソースも出せないただの主観で語ることを許してもらえるなら、おそらく7割、もしくは8割、いや、9割を超える率で皆が思っているんじゃないかというのが私の考え。それについてきっと反論はあるだろう。強さなんか気にしていない。優しい人、面白い人、一緒にいてほっとする人、そういった資質の方がずっと大事だという人たちも間違いなくたくさんいるに違いない。それはいいし、否定できないことだと思う。優しさも、面白さも、安心感も、単に外見がかっこいいということさえも、人が人を好きになるには重要なファクターだ。だけど、ここで少し考え方を変えてみる。どういう人を好むかではなく、どういう人を好まないか。これもまた、いくらだって答えが出てくるだろうけど、まず一つ、問わせてほしい。ねえみんな、弱い人って、あり？人生は戦いだというフレーズに習うなら、そこで生き、戦う力が自分より明らかに劣っている男の人を、好きになる。答えはノー。どれだけ時代が進み、どれだけ価値観が多様化しても、それだけは変わらない。女の真実。今は女が強い時代。君はとても強い女。ええ、そうね。言われて悪い気は確かに全然しないけど、だからといって、自分が男性の役に取って変わろうなんて思わない。私は女。女は女。強い人、頼りになる人、自分や子供を守ってくれる大しい男性を望んでいる。それが本能、姿勢の差が。だから私がそうであるように、彼もまたそうであるはずだという当たり前のことを、なぜおもんぱかることができなかったのか。強い人が好きだと私は言う。簡単に、自分勝手に、女の頭と魂で女の理屈を口にする。故に私は分かっていない。彼がどれだけ強さに憧れ、それを渇望していたかを。強さにかける男の人の思いは狂気だ。女の身では到底理解できない域で、彼らは強いという称号を全身全霊求めている。弱い自分を殺したいほど恥、憎んでいる。それが男の人というものだから、私は取り返しのつかない失言を食いるのだ。強い人が好きだなんて、なぜ私は言ったのだろう。誰よりも強くなりたいと思っていたあの人に、強くあれだなんて、よくも抜け抜けと。バカ、浅はかな。そんなこと、彼にしてみれば、あなたは弱いと言われたも同然。事実私も、そうした認識をしていなかったなんて大嘘はつけない。強い人が好き。強くなって。強くなければ男じゃない。強さ。強さ。呪いにも似たその言葉。いや、あれは間違いなく、あの時呪いと化したのだ。彼は変わる。強くなる。だけどそれと引き換えに、彼の素晴らしいところが消えていく。優しさだったり、
面白さだったり、ふと気の抜けた午後、日だまりで笑って語り合えるような温かい幸せの色彩。あらゆるものを犠牲にして彼は唯一の望みに手を伸ばす。それを前に私はどんな反応をすればよかったのか。笑って喜ぶなんて無理、できない。罪悪感と痛ましさに胸が潰れそうだったから、泣いて止めるなんて無理、できない。だって彼にそうさせたのは他ならぬ私自身なのだから。ひどい裏切りだと自分でも思う。強くなれと言っておいて、強くなろうとすれば悲しむなんて矛盾しているし、理屈が立たない。彼にしてみれば、いきなりはしごを外されたような騙し討ちでしかないだろう。だからきっとそれこそが厳然たる齟齬なのだ。私は女で、彼は男。同じ人間でも根本の質が異なる異性の違い。彼の身を焦がす苦しい飢餓の深さを私はどうしたって同等に感じることができないから。強い男の人が好きだなんて、何があっても言ってはいけなかったのだ。そう、今でも絶えず悔いている。死にたいほどに。やり直せるなら命もいらないと思うほどに。男の人ではどうしたって理解できないほど苦しく。
Santa Vida Virgen, nada nobe. Mater Angelicae, plana nobis. Mater Angelicae, plana nobis. Matara Vivissima, plana nobis. Mater Castissima, plana nobis. セラン、諦めるな。まだ終わってない。
笑うか。俺の夢が不純だと。あるべき方にはまってはそういうのか。
時期に消す。君が思っている勝負は見えている。それを茶番とは言わないでくれ。これでも演出には気を使っているんだ。君がお気に召すように舞台を整えたと自負しているんだ。なあ、実に麗しい夢だろう。ここに全てが満ちている。死ぬ。責めなさいよ。逃げないから罰だと言うなら受けるから。だからもうこれ以上は。ふざけるな！
すったりして危ないだろう。一目はばからずそんなに別にはしたないとは言わないけれど、それ友達じゃなかったっけ。友人の顔めがけてゲーゲーやるっていうのはちょっとさすがに僕から見てもどうなんだろうって思わないでも。Ah!